マルク・アントワーヌ・マルク・アントワーヌ・ジュリアンは、フランスの革命家である。ジャコバンクラブの最年少会員であり、公安委員会の密集の任命されて、ロベスピエールの目と呼ばれ、派遣議員の監視を行った。同盟のドローム県選出の国民公会議員の息子で、パリ生まれ。学校在籍時から政治に関心があり14歳の時に、フランス革命の開始である。 バスティーユ襲撃事件が起きると、バスティーユを陥落させたことは、取るに足りない。王座を打倒すべきであると書いたビラを配った。ジャコバン派に接近し、ロベスピエールに気に入られ、まだ18歳であり、議員でもなかったが、1792年から1793年にかけて、ピレネー方面軍の派遣委員を務め、さらに公安委員会の密使の一人に任命された。 1794年、主にフランス西部へ派遣され、そこで絶対権力者となっていた派遣議員の実態を調査し、特にカリエの南都での大量殺戮とボルドでのタリアンとイザボーの腐敗についてロベスピエールに直接報告した。1794年のテルミドールのクーデターでは逮捕されて投獄されたが、反ロベスピエール派の議員であった父親の 除名嘆願のおかげで、処刑は免れた。この東国時に、バブーフやブオーナローティと地遇を得て、テルミドール反動機にも、パンテオンクラブの創設に名を連ね、このクラブが弾圧を受けた時には亡命した。バブーフ陰謀未遂事件でも逮捕されたが、やはり釈放された。1796年に、ナポレオン・ボナパルトのイタリア方面軍で、軍郵便局長の職を得る。 1798年のエジプト遠征にも同行したが、薬病に悩まされ、ルイ・ボナパルトの早期帰国に同行して帰還。回復後は、ナポリに行って、シャンピオーネ将軍のパルテノペア共和国の建国に関与したが、それが理由で失職した。1799年のナポレオンによるブリュメールのクーデターを支持したが、彼のイタリア政策に不満を持ち、 三二系図外暗殺事件ではジャコバン派の一員として権威をかけられ、関与は事実無根であったにもかかわらず、以後も公職追放を。第一訂正にも反対し、1813年には投獄された。ナポレオン追放後も政界復帰は叶わず、フランス復興を生徒も敵対した。ありがとうございます。